はい、どうも皆さんこんにちは、ブルサスです。というわけで今回もケヤキの奇跡やっていきましょう。イベントがとうとう始まりましたね。12月12日火曜日の、11時からスタートとなりました。今回の、クリスマスパーティー最高のプレゼントイベント、まあツイッターではちょこちょこお話ししたんですけども、なんだろうな、シークレットアンコールちょっと可愛くない？あとなんかスペシャルアンコールもなんか家というかツリーみたいな感じになってたりで、ね、結構可愛らしい部分が今回出てるんじゃないのかなと思っております。紅葉イベントの時そんな特になかったようなイメージがあるけどな、懐かしいな、俺が声取った時代が。あの時とはすっごい変わったからね、欅瀬もなんかそのイベントっていう事柄についても結構変わっちゃったので、まあ今回やっていこうかなと思います。全力出すって言いました。僕頑張るよって、全力出すよって言ったんですけど、回線悪いな、どうした？あ、来た来た。なんと今2位です。いやー、なんでだろう。なんで俺ここまで来ちゃったんだろうっていうね、ちょっと不思議な気持ちがあって、そう、今ね1位の方がいらっしゃるんですけども、まあその方とは大体50万ポイント差で、2位が僕 で3位の人が、まあ約50万ポイント差あるんですけど、俺ここまでなんかやるはずじゃなかったんだけどなと思って、一応キョンコにしました。でキョンコにした理由が、あの低音ボイスでオリジナルメッセージ言われたらどうなるんだろうってちょっと個人的に気になったのと、あとお前もう実質キョンコ推しじゃんみたいなこと友達に言われたんで、分かったって言ってそういう風にしました。まあ本当の推しはね、川田ひなちゃんなんですけど、まあ欅瀬まだ実装してないんでね、ちょっと寂しい部分もあります。というわけでね、なんか最初イベントスタートってなった時、まあ1位だったんですよ。まあそれは別にいいじゃないですか。だいたい始まって3位スタートとか10位スタートとかってちょいちょいあるんですけど、トイトイってなんだ、まさかここまで来るとはちょっと思ってなかったです。で僕がねやってる集会っていうか、まあまだいろいろと変わるかもしれないんですけど、とりあえず現時点ではエリア1じゃねえよ。なんか回線今日重いな。なんか数日前から僕ねちょっと回線がおかしくなって、エリア6のシークレットステージを回すようにしてます。でシークレットステージさっき可愛いみたいな話もしたんですけど、なんか今回気持ちいいよね。なんかで僕がこれに6340ポイントが普通の状態でもらえます。ポイント俺何ポイントだっけ、 217% のボーナスがついております。シークレットアンコール出ねえかな。でもまあ僕のそのキョンコ選んだんですよ。キョンコ選んで2位で、だいたい今僕来た200万ポイントちょいだったと思うんですけど、なんだろうな、それよりも上はもちろん多くいると思います。では今回シークレットスペシャルあるんで、あ、来た、この星型で、ね、曲もいいよね。この後どうする？で、これさ、演出が眩しくて眩しくてさ、きついんだ。で、これベルを全部消すと何かがあるとかいうわけでもなく、もう実質ここで終わり、実質ここで終わりなのよ。でもなんか、あ、ベル消さなきゃってなって、こうなぜかやっちゃうんだよね。とりあえずベル消そうか。来年につなげたい。あ、オッケーオッケーオッケー、消せた消せた。こんな感じでね、ちょっと眩しい感じになってるし、 BGM も結構もうクリスマスっぽい感じで、やっぱクリスマスバイト入ってる僕はちょっと辛いですけど、正直で辛いですけど、まあ高校でねクリスマス気分を味わえれるかなと思っております。あとこの時間が結構暇なんだよね。今回のアンコールって結構簡単な方だと思うんですよ、僕の中で。クリアボーナス
でポイントはなんか従来よりちょっと低いのかな、なんかイメージ的にはそんな感じがしますね。なんであの早く終わっちゃってなんか 2,30 秒余るとはこの時間がもったいないって思っちゃうんですよ。もうそこがねあの効率中の悪いところなんですけど本当に。あ、84,000入るんだ。なんかちゃんと見た気がする。この時点で84,000も入るの、シークレットでリース3使ったらヤバたん。これもう一回シークレット来たら俺あれじゃん、ダイヤモンドがもらえるじゃん。ダイヤモンドじゃねえ、ダイヤか。まああのダイヤもね、なんだろう、一応ショップを見るんですけど、クリスマスリースの10個パックはもう全部買い終わったし、スタートダッシュパックも一応買い終わりました。であとこのリース5個のやつと、まあ通常販売のこのリースのやつをまあちょこちょこ買っていってやりくりしようかなと思っております。でまあスタミナも、ちょこちょこ回復してやろうかなと思ってるんですけど、まああの僕、まあ、今こうやって撮影したりとか編集したりとか、あとまああの今学校の課題でちょっといろいろ立て込んでるので、まあやる時間がちょっと少ないと思うんで、まあ今2位とかトップ層にいるんですけど、最終的にはもうなんか20位あたりで本当にあの結構です、正直言って。正直言ってまあ運が良ければ10位以内入りたいなと思ってますけど、あの正直言ってまあここら辺でいいかなと思ってます。ここら辺じゃねえや、ここら辺じゃねえ、15位とか20位とかそこら辺がいいなって思っております。なんかこんなはずじゃなかったこんなはずじゃなかった、なんかあのなんだろう、電車で痴漢した人みたいな感じになってるけど、こんなはずじゃなかった本当は。まさかこんな行くとは思わなかった俺も、正直びっくりしてるっていう動画です。まあシークレットがね可愛いっていうことを皆さんにお伝えできればいいかなと思っております。はい、というわけでご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録&高評価の方よろしくお願いします。サブチャンネル、やツイッターのフォローなどもいろいろとよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。